セミファイナルはミドル級の3回戦、ミドル級1位の加藤哲司対アンデルソンシューバです。これブラジルのシュートボクセから来たアンデルソンシューバですが、これ高島さん、背の高い手足の長い選手ですね。そうですね、あのシュートボクセのこの階級の、はい、メタイでもナンバーワンですし、バイトゥーズも、メッカバーリトゥーズという彼らがやっている大会でも一度あのマッハと戦っているルイス・アゼレドに敗れてはいるんですけど、はいはいはい、なかなかの強豪で、すごい変わった構えですよね。そうですよね、これ背が高いんですが相手と目線を合わせるような位置で構えます。シュートには初参戦の選手、これはちょっとあのリーチさえ考えると加藤は攻めづらいと思いますので、はい、横に振った方がいいですよ。横への動き、はい、なるほど、横に一回入ってから振って、はい、パンチとか打った方がいいですね。直線的な動きよりも横の動きを使いながら打撃を出すと、まっすぐだとあのアンデルソンシューバーの方の蹴りとパンチが当たってしまうと思います。懐が深いですね、はい、さあテイクダウンというか自分が引っ込むような感じのアンデルソンシューバー、さあインサイドガードになっている加藤ですね、この辺の戦い方、はい、あの加藤得意ですからね、はい、さあそれをこの下からアンデルソン・シューバーがどうしのぐかというところですが、シューバーはガードうまいですよ、充実でもチャウビ持ってますからね、はい、足を相手の、いや、パンチ打つのうまいですね。あ、なるほどね、手足長いからどうかなと思ってますけど、うまく使ってパンチ効かして打ってますよ。近い距離からでも的確に打てるというところですね、はいはい、なるほど、加藤の顔に拳をあてがいます。さあ加藤の方は、これは加藤の方は打開策といいますか、こう何とか切り開くというのはどうしたらいいんでしょうか。今サイド取りましたからね。あ、サイドですね、まずまあ、こういった動きですね、はい、やはり加藤の得意な、はい、両方抜きたいですよね、はい、さああと1本です。さあシューバーがその長い足を絡めます。さあハーフガード、加藤もう一本抜けるか、腕を絡めているのか、さあおーっと足が長い足が加藤の体の横に出てきました。そこにパンチを合わせます。打った方がいいですよね、腕を取りに行ってますね、これね、腕を伸ばそうとしています。シューバこれはその細い体なんですけど思った以上に筋力があるのかもしれないですね、はい、さあそこをパンチでしのうという加藤。さあサイドをつけるか、逆に腕を取っていった、逆にシューバーで打たれます。チキンウィングよりもストレートの方がいいですね、はい、ストレートアンバー狙い、はい、さあどうだ、あこれも崩れました。しっかり抑えてマウントを取りたかったですね。残念ですね、今は、はい、殴りに行くよりマウント取ってほしかったですね、なるほど、ここでゴムです。まあ、1ラウンド加藤取りましたね、これは。そうですね、はい、第1ラウンドは加藤が取ったということですが、しかしやっぱりこのシューバの手足の長いところが加藤にとっては攻めづらい感じがしますね。そうですね、これが後になってどんなに効いてくるかですね、はい、さあ第2ラウンドが始まります。体を振ってロー、さあシューバ冷静に見切ってお願いします。あれだけ右足踏んでローは有効だと思うんですよね、はい、すぐ入らない方がいいですね、ジャブ振ってから入った方がいいですね。なるほど、さあまたこの目線を合わせるような、背が高いんですがちょっと低く構える感じ、これでもこのプレッシャーはもう本当戦ったものしか分かんないんじゃないですか、じわりじわりと寄ってきますからね。なるほど、気づけばコーナーという感じですよね。そうですね、さあワンツーからそこへ足を取りに行った、そうなるとこれ危ないですよね、膝がありますからね、さあワンツー、それ合わせていく、パンチが出ます。加藤大きい、ちょっと大きいか、パンチ、軽いパンチ、ワンツー、加藤もワンツーで入ります。ちょっと加藤相手のパンチ見えてないですね、なるほど、この右のパンチはちょっともらいすぎという感じがしますが、さあ足1本取れるか、取りに行った、実際の届かない距離から、はい、届いてると思うんですよね、ちょっとリーチが読めてない感じがしますね。なるほど、まだ距離感がちょっと加藤の方にはまだつかめてないでしょうか。やはり1ラウンドに比べてアンデルソン・シューバーの方がアグレッシブになってますからね、はい、前に出る形を取ってきますシューバー。さあ足を取りに行っているのは加藤、コーナーに押します。ここは加藤倒したいですよね、まず、そうですね、まず倒して自分のスタイルを作りたい。でも1ラウンドに比べて簡単に倒れなくなりましたね、はい、
まあ、序盤体を横に振って入ればっていうようなところだったんですが、ちょっと直線的な動きになっていますか。そうですね、はい。さあそこへパンチが出ます。シーバーのパンチ左、でもずっとジャブが入ってますよね。シーバーの右のジャブが飛んできます。そこへ頭下げて入るという、おっとこれ大きいパンチですか。ここでもう一踏ん張り欲しいですね。掴みたかったですよね。キックが返ってきました。それジャブワンツースリーハイキック、まあ、ヒットはしないんですけれども、テイクダウンも狙ってきますね。おっと取りに行きました。この距離からもう手届いてますからね。なるほど、膝を飛ばしながら相手を押し込んでいきます。さあコーナーに押していった。加藤疲れましたかな、あの、あなるほど、ローブローですか。あーローブローがありましたね。シーバーの方からローブローがあったようです。さあ注意がいきましたが、さあテイクダウンを狙っていくのがシーバー。ちょっと加藤しんどそうですね。加藤の表情はちょっと歪んでいます。そんなにスタミナを使っているようには見えなかったんですけれどもね。やっぱプレッシャーでしょうね、はい、かなり気を使わないとあのパンチ取りかかるんですね。さあ倒せるか、肩が上になれるか、チャンスですよ。頭殺したいですね。さあ一歩抜けなかったですね。まだ胸が起きています。シバ胸こするアッパーとかうまいんで、この状態からでも、ね、そうですね。ここからが加藤の見せ場だと思いますので、はい、頑張ってほしいですね。さあこのラウンドなんとかポイントを自分の方に引き寄せたい。さあ暴れます。シバあこれちょっと危ないですよ。危ないです、ね、これは三角狙い、肩に足が変わっています。殴るための三角っていうんですか ね、 あちょっと足をかけて自分のシーバー右側を開けて、そしてパンチを出します。左もちょっと加藤が出すがままというか打たれるままになっています。加藤は止まりすぎですね、動きは止まりましたからね、そこを狙われましたね。おっとここでゴング、ゴングです。試合が終了しました。ちょっとこの状態で終わってしまうのは残念ですね。これはちょっと印象が悪いですよね、はい、加藤はちょっと立てませんね、うん、立てないような感じで今セコンドに抱えられるようにコーナーに戻ります。さあ最後の印象です。どのあたりがポイントになるのか判定です。勝者青コーナーアンデルソン・シーバー、やはりアンデルソン・シーバーが加藤から判定勝ちを収めました。いやこのプレッシャーというのは本当戦ったもんでしか分からないと思うんですけどね、はい、これ加藤がこのプレッシャーに押されて体力を奪われていったというような、健闘を称え合いますが、勝利はシューバの方に外貨が持たされています。